はいどうも、はい、第13回前橋地酒部、今日ですね、館林にございます文福酒造さんの毛塚正幸社長をお迎えして、みんなで楽しく飲みたいと思います。といってももう飲んでますけどね。はい、でですね、じゃあもう早速始まってますので、どんなぐらいその、その前に前橋地酒部とは何ぞやとご説明しましょう。本当ですよ。群馬県内 の、 酒造蔵さんを一蔵、こちら前橋の部室、丸々部のですね、部室にご招待してですね、みんなで地酒を飲もうという、すごく分かりやすく言うと群馬の地酒を応援するイベントでございます。はい、で、ただ、ね、応援するのもなんですけども、なるべく予算を抑えてで楽しく飲もうということで、会費がお一人2000円プラス一品料理を持ってきてもらおうという形になっております。はい、で、その2000円の会費ですけども、酒造蔵さんのお酒をみんなで買うという形でやっておりまして、みんなでこう楽しく盛り上がろうということで、毎月いつも15人ぐらいの限定のイベントなんですけども、いつも20人ぐらいですね、もういっぱいいっぱいでこのブースでやっております。でもね、引き続き、前橋地酒部参加したいなとか、ちょっとね、一人でも参加しづらいなってことは全然遠慮なく、まず私石の方にご連絡ください、ね、毎月第1木曜日ね、夕方6時から、開始になります。はい、ということで、じゃあ早速今日第13回、文福酒造さん、盛り上がってますので中に入ってみたいと思います。その前に丸山さん。あ、どうもこんにちは。できますので ですね、ぜひとも、前橋酒部とはこんな形で盛り上がっているということで、中にじゃあ入ってみたいと思います、ね、オープン。こんな形でございます。前橋酒造はですね、こんな形で盛り上がっております。始めさせていただきます。第13回前橋地酒部文福酒造編始まります。今日は本当にお集まりいただきましてありがとうございました。今日はですね、この前第13回ということで、毎月群馬県内の酒造蔵さんを一蔵、こちら部室にご招待して、みんなで、お酒を飲むという会でですね、本当にその、なんだろう、こう、まずは地酒を知ってもらうっていう形で始めた部でですね、おじさまで13回を迎えました。本当にいろんな県内のですね、酒蔵さんのご協力ありながら、それもやっぱ皆さんのね、この参加いただいている、このね、この賛同いただいているご協力ありながらのやっぱ部でございますので、引き続きですね、こういう形で群馬の地酒を盛り上げたいなと思っております。今日は館林市から文福酒造の、毛塚正幸社長をお迎えしました。お願いします。はい、皆さんどうも、皆さんこんばんは。文福酒造の毛塚と言います。群馬県の蔵でありながらですね、前橋でこうイベントをするのは初めてです。といってもですね、東京では毎年5、6回とか、もう25年ぐらい前から東京の方には動いてるんですが、どうもちょっと向こう向いちゃうもんですから、そんなことで今日初めてということで、とてもとても緊張しております。今日は楽しくやりたいと思いますので、よろしくお願いします。乾杯用で、乾杯用に、あ、映ないわけで、もしない方はですね、はい、すいません、はい、それじゃあ乾杯をと思います。なるとですね、どうしても自分がやりたいっていうのもメッセージって丸山美樹さんから、今日目合わせてください。良い絵ですか。じゃあ今日は楽しみましょう。乾杯。乾杯。よろしくお願いします。で、うちの特徴はですね、基本的に濃いという、濃いなこの酒っていうのがうちの特徴です。うちはですね、すべて瓶貯蔵です。新酒ができるとすべて瓶貯蔵ですので、瓶に囲って生酒、生原酒、並びに、蔵打ちで常温で置いたりしてワインのように管理してますので、例えば一番右の吟醸10年ものとか、あと、生原酒の3年貯蔵とか、基本的にはそういう、多分普通の酒蔵さんでやらないようなことをずっとやり続けて20年ですけど、そんなことで、やってますので、はい、皆さんにとっては意外と文福というのは飲んだことないとか、そういう部分かとは思いますけれども、これを機会に、こういうのが群馬にあるんだということを知っていただけたらなと思います。以上です。ありがとうございます。単品のそれぞれ説明をしないといけないですかね。一番左は、純米の荒橋生原酒で、絞れたのが、
日曜日に絞りました。おなので月火水木4日経ってますのでちょっと落ち着いてきました。ちょっとパンチの効いて、うち生原酒ですとガツンっていう味にするんですが、今回はちょっと、軽めにパンチを効かせております。隣は、有機米の山田錦の純米吟醸です。滋賀の方にですね、あの補助を自分のところで持ってまして、そこで有機米で作った、純米吟醸です。これはいわゆる1801という香り系の酵母を使っているので、フルーティー系なお酒です。真ん中はあれは純米吟醸の氷温3年ですね。米がですね、玉栄という、これも滋賀なんですが、ちょっとあの固い米なもんですから、これを寝かせるとですね、ちょっと面白く化けるぞということで、その味の説明はせずに皆さんの判断を任せたいと思います。はい。で、右から3番目の純米はですね、これは、いわゆる敏感火入れのお酒ですので、あの、うちの中では一番さっぱりの、キレのいいお酒になってます。右から2番目は何なんですか？10年。あ、吟醸の10年、はい、これは、10年前に作ったお酒を瓶貯蔵ずっとしてまして、蔵打ちと言ってもですね、最初から蔵打ちにすると、すぐにこう黄ばんでしまう、まあ、いわゆるひねてしまいますので、最初の3年は冷、いわゆる氷温、その後の2年は、冷温で、5年以降常温に出してます。基本的に、香りと、味というのはですね、香りの方が先にひねるんですよ。味って実は意外とついてこないもんですから、先に常温に置いちゃうと、もう香りがひねると、もういわゆる硫黄臭というひねかが出てちょっと飲みにくいので、味をちゃんと味が整ってくるまで、ある意味で表面で抑えながら抑えながら抑えながら、バランスを見ながらやったのがあの2番目です。一番右は、あ、これは、いわゆる皆さん最近本醸造ってなんか飲まないよねっていう感じのお酒にはなってきたんですが、あえて、こういうキレのいいさっぱりした、本醸造も面白いんじゃないのということで持ってきました。日本酒とプラス7です。キレのいいで、生なので、未だに生なのでちょっと味が乗ってきた、こういうお酒をこう一升で2000円ぐらいしかしないので、こういうのをこう普段飲むと面白いのかなということで、持ってきました。で、乾杯の方はですね、今年の、全国品評会で入賞したお酒のそのものです。あの火入れしてないので、生でそのままなのでちょっとぬるっと感がありますけれども、あの全国でも賞をいただいたお酒を乾杯で使わせてもらいました。以上でございます。ありがとうございます。連絡していいですか？うん、まるまる部っていうのを作って前後に今その飛び火してる、盛り上がってるきっかけのもう大元です。意外とそういうこと、意外とそういうことです。元祖とか言われちゃって、元祖ね、全国で今34あるんです。すごい、我々の中で今日一つ前橋まるまる部実際です。こんな盛り上がってる中、何を話していいか分かんないですが、あの、ですね、〇〇部というのは、〇〇の中に自分の好きなものを入れて、参加するっていうより、自分で部活を立ち上げて、どんどん楽しもうよっていう活動をやってるんで、ぜひ、あの、地酒部に参加して面白かったで、自分はこういうモチベーションがあるんで、なんか、やってみてはどうかななんていうんで、ちょっと部活を立ち上げてですね、あの、まあ、ちょっと立ち上げ方はあの仁さんに教わってですね、ちょっとやってみてください。あ、あともう一個、あの、あ、12月26日に前橋忘年部という、で、忘年部っていうすごいでっかいあの忘年会をしますんで、参加費は無料で、自分の食べたいものと飲みたいものの倍を買ってくるっていう、そういう忘年会をしますんで、去年は150人ぐらい来てもうパンパンだったんで、今年も同じ規模でやりたいと思って、ぜひ、はい、もしくはあのフェイスブックを見ていただければと思います、はい、じゃあそんな感じで、前橋地酒部の今後を、祈りまして、はい、はい、じゃあ乾杯。乾杯。なんかやったことないですか？